中でもよく言っていたのはチェーン店。ジャンルが豊富だから飽きることがない。僕が気に入ったチェーン店をいくつか紹介しよう。イタリア人男性による日本のチェーン店にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本ありえないよ、イタリア人男性がハマった日本のチェーン店に海外から羨望の声殺到の話題です。海外メニューのまま。日本には様々なチェーン店があります。ラーメン、お寿司、牛丼、カレー、ハンバーガー、ファミリーレストラン、ドーナツやコーヒーのチェーン店もありますよね。飲食業界のチェーン店は日本を訪れる外国人さんからも人気があるといいます。ある調査によると、値段の安さや料理の美味しさ、メニューの豊富さや立地などでお店を選んでいることが分かりました。店内の雰囲気やスタッフの対応でお店を選ぶという外国人さんや、ローカルチェーン店にハマってしまったという外国人さんもいるとか。そして外国人さんのほとんどが母国の飲食店と比較してショックを受けると言われています。例えばドリンクバーがあることや、トッピングでカスタマイズができること、季節限定メニューがあることなどに驚くようです。また飲食業界だけでなく、100円ショップや薬局、スーパーなどのチェーン店によく通っているという外国人さんもいるようです。さて今回ご紹介するのはイタリア人男性によるエピソードです。彼は仕事の関係で初来日し、いろいろなカルチャーショックを受けたそうです。特に日本のチェーン店でショックを受けたという彼ですが、一体どんなことに驚いたのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。僕が日本にいたのは3ヶ月程度。日本に行くまでは3ヶ月も帰ってこられないのかってちょっと憂鬱だった。アジアの国にいいイメージがなかったからだ。僕は以前中国に行ったことがある。その時は2週間くらいだったけど、二度と行きたくないと思った。みんなマナーが悪いし、食事も僕には合わない。トイレも汚いし、買い物ではぼったくりにあった。早く帰りたいって何度も思ったよ。そんなことがあったから、日本は大丈夫だろうかって不安だった。でもイタリア駐在の日本人スタッフが同行してくれるというし、なんとかなるだろう。僕のガールフレンドはこれっぽっちも心配していなかった。というか、日本に行けるなんて羨ましいって言っていたよ。彼女は日本文化に興味があるらしく、日本に行ってみたいってよく話していた。今回は仕事だから連れて行けないが、いつか彼女の希望に応えたいと思う。日本が僕たちの旅行先にふさわしければ。もしもふさわしくないと感じたら別の国に旅行すればいい。日本について最初に思ったのは、お辞儀をする人が多いなっていうこと。そういえば同行してくれている日本人スタッフも時々お辞儀をしていた。癖なのかって思っていたが、そうではないらしい。お辞儀は挨拶をするときや謝るとき、感謝の気持ちや敬意を表すときにするものだと分かった。頭を軽く下げるだけのお辞儀もあるし、深く頭を下げてお辞儀をすることもあるようだ。状況によって使い分けているのがすごいね。あと電車のこと。イタリアでは電車が遅れるのが当たり前。日本は反対に時間通りに来るのが当たり前なんだ。しかもたった数分遅れるだけでアナウンスが流れるっていうから驚いたよ。日本の治安の良さにも驚いた。日本人のほとんどが自分の荷物を無防備に置いているんだ。イタリアだと荷物を床に置いているだけでなくなることがあるから、ほんの一瞬でも目を離すのは危険だ。振り返ったらカバンが消えているだろう。レストランのテーブルの上に携帯を置くのも危ないよ。たとえその場にいたとしても、その上に新聞やメッセージ入りの厚紙を載せて見えないようにしておいてさっと持ち去るんだ。イタリアは置き引きだけではなくスリも多い。その手口も様々。ぴったりと体を寄せてきてバッグの口を開けて財布を抜き取る。新聞や洋服を広げて手元を隠しながらバッグの口を開ける。リュックやカバンをナイフで切って中身を抜く。ビールとかの液体をかけて注意を引いておき、その隙に貴重品をすり取る。
同行してくれた彼もスリや置き引き、ひったくりに注意していたそうだが、地下鉄で数人のグループに囲まれてバッグを開けられたことがあるという。幸い近くにいた乗客が追い払ってくれたそうだけど、日本と同じ感覚でいたら何もかもなくなってしまうって言っていた。日本に来てその意味が分かったよ。電車の中でバッグを横に置いて居眠りするとか、レストランで座席のキープに自分の荷物を使うとか、こんなことは日本でしかできないだろう。彼は生活の拠点をイタリアに移していて、今回はかなり久しぶりの帰国らしい。日本にいる間に日本食をたくさん食べておきたいって話していたよ。そこで僕も一緒に連れて行ってもらうことにした。最初は日本の食べ物が合わなかったら困るなって思っていた。だって3ヶ月もいるんだよ。ところが日本には様々な飲食店があって、日本以外の国の料理を食べることもできる。行ったことのない国の料理だと味を比べることはできないけど、中にはかなり本格的なレストランまであるらしい。もちろんイタリア料理のお店もあるし、スペイン料理だって味わえるという。もしも日本食が合わないときはそういうお店に行けばいい。それにせっかく日本に来たんだから、まずは日本食を食べることにした。その結果、僕はすっかり日本の食べ物が大好きになったんだ。最初は彼と一緒に食事をしていたけど、そのうち一人でも利用するようになったよ。中でもよく行っていたのはチェーン店。ラーメンのチェーン店や牛丼のチェーン店、居酒屋のチェーン店まである。ジャンルが豊富だから飽きることがない。僕が気に入ったチェーン店をいくつか紹介しよう。スシロー。日本食の代表といったらやっぱりお寿司。日本には当然ながら本格的なお寿司屋さんがたくさんあるけど、僕が利用していたのはチェーン店のお寿司屋。そう、回転寿司だよ。寿司が目の前にあるベルトコンベヤで運ばれてくるところが面白い。実は動画で見たことがあって興味があったんだ。注文用のタッチパネルに英語表記があるところも素晴らしい。おそらく外国人から人気があるお店なんだと思う。回転寿司の店なのに生魚以外の寿司メニューが意外と多いんだ。だから魚を生で食べることに抵抗のある人でも利用しやすいと思うよ。サーモンチーズやエビ天の握り、グリルチキンの握りまである。アボカドを使った握りも結構あったな。それに寿司以外のメニューもあるんだ。ラーメンや唐揚げ、フライドポテトといったサイドメニューも豊富。デザートメニューもドリンクメニューもあるし、行くたびに違うものを食べることができる。ココイチ。正確にはココ一番屋。ココイチはカレーの店で日本最大のカレーチェーン店らしい。驚いたことに辛さのレベルを自分で選べるという。それにトッピングの種類が多いから、自分好みのオリジナルカレーをオーダーすることだってできるんだ。フライドチキンやメンチカツ、ハンバーグ、ロースカツといった肉類のトッピングも選べるし、エビやイカなどの魚介類、野菜やスクランブルエッグまでトッピングできる。ライスの量もカレーの量も自分で決められるし、ポークカレーやビーフカレーというようにカレーの種類も選べる。味のレベルが高いのに値段が手頃だからありがたい。弥生軒。これは定食チェーン店で、ライスとおかず、味噌汁、そしてもう一品がセットになっている。彼はバランスよく食べられるし、お米がうまいと言っていた。おかずの種類が豊富で、唐揚げや生姜焼きといった肉類もあれば、サバや鮭などの魚類もある。ハンバーグやステーキまであったよ。生卵や納豆のトッピングがあって、さすが日本って思った。丸亀製麺。丸亀製麺はうどんのチェーン店で、気軽に本格的なうどんを味わえる。何でも全ての店に麺を作るマシンがあって、作りたてを食べられるのだという。麺はツルツルしていて、噛むと意外と弾力がある。美味しい天ぷらをトッピングして天ぷらうどんにするのもいい。ただ、かけうどんとぶっかけうどん、釜揚げうどんの名前の意味がよくわからないんだ。食感が違うのはわかるけど、一番好きなぶっかけうどんのぶっかけって何のことだろう。一蘭。ラーメンなら一蘭かな。豚骨ラーメンの専門店だ。K
券売機でチケットを買ってオーダー用紙に自分の好みのオーダーを記入するというちょっと変わった方法でオーダーする。どれも英語で説明されていたから分かりやすいが、一緒に行った彼にイタリア語でも説明してもらったよ。追加でトッピングもできるし、カウンターには仕切りがついていて、周りを気にすることなくラーメンに没頭できるようになっていた。スープがうますぎて全部飲み干してしまったよ。そういえば一蘭のトイレがすごかった。トイレットペーパーの数が異常に多いんだよ。絶対にトイレットペーパーを切らさないっていう自信があるなんて書いてあって笑ってしまった。イタリアの公衆トイレはほとんどが有料。それなのにトイレットペーパーがないトイレがある。バールやレストランのトイレなら大抵トイレットペーパーはあるけど、一蘭のように大量のトイレットペーパーを用意している店はない。彼も一蘭のトイレのことは初めて知ったらしく、壁に貼ってある紙を読んで大爆笑していたよ。すき家。牛丼のチェーン店もいろいろある。でもよく利用したのはすき家。松屋や吉野家っていうチェーン店もあるけど、すき家の方がメニューが多い気がした。丼のサイズを選べるからお腹の空き具合に合わせてちょうどいい量をオーダーできる。サイズはミニ、並盛、中盛、大盛、特盛、メガの6種類。さらに裏メニューでキングサイズっていうのがあるらしい。つゆを多めにする、少なくするっていうオーダーも可能で、多くしても値段は同じだという。トッピングも選べるから毎回違う牛丼にすることもできるよ。すべてのトッピングを乗せる人もいるっていうけど、さすがにそれはやめておいた。牛丼以外にもカレーや定食のメニューがあって、朝は5時からオープンしている。そんなに早くから営業するなんて、日本人は働きすぎだと思うなと言ったら彼に、いや、朝食メニューが5時からで、お店は24時間営業だよ。と言われてさらに驚いた。オーダーから食べ終わって店を出るまでの時間がものすごく短い。これはどの牛丼チェーン店でも同じ。ハンバーガーのチェーン店も多いんだ。マクドナルドはイタリアにもあって、イタリアならではのメニューがある。彼に教えてもらった。イタリア産のチーズを使ったメニューが多いのだとか。反対にエビや醤油風味、照り焼き味のメニューはない。日本のマクドナルドの方がメニューが多いみたいだ。でも僕が気に入ったチェーン店はマクドナルドではなく、これだ。モスバーガー。イタリアにも美味しいハンバーガーのレストランがあるけど、モスバーガーも素晴らしいと思う。熱々のパティとパン、新鮮な野菜、そしてソースの組み合わせ。これがチェーン店なんて信じられない。ライスバーガーの焼肉も美味しかったし、大満足だよ。ミスタードーナツ。ドーナツのチェーン店ならミスタードーナツだ。日本ではミスドって呼ばれて親しまれている。イタリアのドーナツといえばクリーム入りの揚げドーナツ、ボンボローニだ。おやつの定番なんて言われているそうだ。でも日本には様々なドーナツがある。中にクリームが入ったドーナツだけではない。サクッとした食感のオールドファッション、見た目がおしゃれなフレンチクルーラー、もちもちした変わった食感のポンデリングもあるし、ふわふわのパンのようなドーナツも。チョコレートをたっぷりかけたドーナツや一口サイズのドーナツ、それにパイやマフィン、ピザまで売っている。どれも手頃な価格だからついたくさん買ってしまうんだ。一番のお気に入りはポンデリングだな。あれはいくつでも食べられるよ。店内でコーヒーと一緒に味わうこともできるし、買って帰ってのんびり食べることもできる。美味しくて便利なドーナツショップだ。ミスタードーナツはアメリカ発祥だそうだから、厳密には日本の食べ物とは言えないかもしれない。でも運営しているのは日本の企業で、現在アメリカにはたった1店舗しか残っていないそうだ。それに日本のミスタードーナツはメニューも店舗デザインも何もかもが日本人好みに変更されているという。日本でドーナツといえばミスタードーナツと言われるほど知名度が高く、たくさんの人から愛されているブランドだそうだから、これはもう日本の食べ物と言えるのかも。僕にとっては日本のドーナツ屋だな。コメダコーヒー。コーヒーショップのチェーン店ならコメダコーヒー。モーニングサービスなら美味しいパンがセットになっているんだ。パンは分厚いふわふわした食パンで、
トッピングはゆで卵か卵ペースト、小倉あんから選べる。パンにつけるバターもマーガリンやジャムに変更可能だ。選択肢が多いってなんだか嬉しい。ただ、イタリアには豆を使った食べ物で甘いものはないから、小倉あんという豆のペーストを知った時は衝撃を受けた。でも小倉あんってパンとの相性がいいんだよ。ナポリタンというイタリア料理っぽい食べ物もあるけど、これは日本生まれの食べ物。パスタに甘みのあるケチャップをかけて、ピーマン、ソーセージが加えてある。ケチャップとパスタと思ったが、食べてみたらハマった。コメダコーヒーのナポリタンなら、パンも一緒についてくるから、お皿に残ったケチャップを最後まで味わえる。店内の雰囲気もいいし、ピザトーストっていう最高のメニューもあるし、かなり通ったお店の一つだ。サイゼリア。これは日本で一番気に入った。いや、ハマったチェーン店と言える。サイゼリアはイタリア料理のチェーン店で圧倒的にコストパフォーマンスが高い。こんなに美味しいのに金額がこれってびっくりしたんだ。金額の割にボリュームもあるしね。マルゲリータなんてイタリアを思い出すくらい美味しかったな。パスタやシチュー、ドリアとかをチーズやオリーブオイルでアレンジすればさらにまんまの味に近づく。サイゼリアに行くのは日本での僕の楽しみの一つだったよ。日本に行く前は食べ物が合わなかったらなんて考えていたけど、そんな心配は全くいらなかった。どのお店で食べても外れがないし、安くて美味しい、綺麗なお店ばかりだからね。僕は予定通り3ヶ月でイタリアに戻った。本当はもっと長くいたかったよ。それくらい快適だったから。ガールフレンドに日本の話をすると、絶対に行くと言われた。確かに日本なら彼女を連れて行っても全く問題がない。治安はいいし、食べ物は美味しいし、100円ショップのチェーン店も気に入った。というか絶対にまた行きたいと思う。次のバカンスは日本で決まりだな。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。徒歩5分圏内にすき家、くら寿司、ココイチがあるけど、日本で体重が全然増えないのが不思議だ。ココイチが大好き。美味しいしカスタマイズが自由自在でお手頃価格で満腹になれるわ。野菜メニューが豊富なのも嬉しい。今すぐ日本で食べられたらいいのに。ミスタードーナツは甘さがちょうどいい。母国アメリカのは甘すぎるんだ。1週間くらいならすき家、ココイチ、てんやのローテーションでいける。迷った時は大戸屋がいい。和食のメニューが豊富だ。とんかつだったら和光もいいね。ファストフードにはそんなに行く方じゃないんだけど、ちょっと行き過ぎたかなと思うくらい通ったのが勝家。本当にハマってしまったよ。ファミレスは安いし、ランチにもディナーにも使えるところがいいよね。日本はどの店でもメニューの写真のまま。こっちではメニューに写真すらないのに。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したイタリア人男性はすっかり日本のチェーン店が気に入ったようです。彼のガールフレンドも日本が気に入るのではないでしょうか。皆さんの好きな外食チェーン店はどこですか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。ちなみに私が好きなチェーン店はサイゼリアです。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。